よくね、同和情勢というものを批判すると、いや、特別対策は2002年に終わってるから、今、別に同和地区の特別対策とか利権なんていうものはないんじゃないかとか言われるんですけども、まあ、それは間違いなんですね。で、その非常に分かりやすい例がここにありまして、これ、2020年1月22日の公文書開示申しで回答書なんですけど、和歌山市のものなんですよね。 えー、和歌山市の子ども会活動の支援交付金について情報公開請求したんですよ。そしたら一部開示ということになったんですね。で、これ何かっていうと、和歌山市のね、まあ、自治会なんかやってる子ども会活動に、えー、お金を出すというものなんです、まあ、税金からね、そういうものなんですけども、えー、これ、このね、交付要項を見ると、 まあ、交付対象とする子ども会は次の通りに出動するっていろいろ条件が出てるんですけどもこれ見ると別に何の変哲もない事業に見えるでしょうんああ和歌山市だと子ども会にこうやってお金が出るんだなとそれで、えー、まあ裏にもあるんですよまあ何の変哲もない内容なんですけどこれ子ども会の名前が黒塗りされてるんですね。 うんよく自治体のウェブサイトにね自治会名とか地域名とか別に普通に載ってるわけですよね。子供何々子供がこれ多分この黒塗りの部分には、えー、自治会名が入ると思うんですよね。でじゃあ自治会名なんて隠す必要があるかって別にないですよね。よく、えー、自治体のウェブサイトでどこどこの、ね、地域はどこの小学校区だとかそういうことなんで普通に公開されたりするんで。 こういう子ども解明なんかを秘密にする必要って何もないわけですちなみに全体で3400万円ぐらい出てるんですねじゃあ何で黒塗りなのかっていうところなんですけどここに理由が書いてあるんですねはい当該情報を開示することにより特定の地名または地域名が旧童話対策事業実施地域であることがというふうに書いてあるんですねつまりこれ こことごととごく童話地区に出ててるっていうことですだってでもこの要項にはねそんなこと一言も書いてないんですだからこの辺りの条件っていうのがね巧みにね童話地区が対象になるように設計されてるんですねだからこれは、えー、典型的な隠れ童話対策事業ですでこういうものについてはねもう分かんないんですよね全容が。 これ、和歌山市だけで3、これが3400万円。で、多分ね、和歌山市内でも他にもね、似たような隠れ童話対策事業あると思うんですよ、それを一つ一つ見つけていくっていうのは大変で、じゃあ、全国にね、こういうものがどんだけあるかっていうのも、これを調べるのは結構難しいんですねただね。 昔はねこういうものを情報公開請求するとしれって出てきたりしてたんですよこんなん黒塗りにされずにねでも全国部落調査が見つかったり僕はいろいろとね童話地区特定のためのノウハウを、えー、積み重ねていってるんで役所としてもねあもうこれ童話地区一覧だっていうのがねしれっと出しちゃうとバレちゃうんで。 だからもうしょうがないっていうことで黒塗りにしてね、実はか隠れ童話対策事業でしたっていうふうに白状しないといけないような状況になってるんです。で、他にもこれ、こんなのもあるんですよ。これ、三木工業って言ってね、えー、和歌山市の足原,足原の童話地区の業者なんですけどね、えー、足原小学校とか、あとね、足原文化会館保育所、道路。これ、ごく一部で、他にもね、 同和対策の公営住宅の修繕とか全部ここに発注してるんです。で、こういう特定の業者が役所と癒着してっていうことはまあ地方でありがちなことなんですけどね、ここまで露骨なのは珍しいかもしれないですね。だからこういうのもね、えー、要は同和地区の地元の公共事業を、えー、特定の 童話地区の企業に発注するってこれもある意味特別対策というか童話利権になるんですけどこういうのになるとねこれもまた結構な金額になってだから全国でいまだにこういう隠れ童話対策とかねあるいは別にね国の法律が切れたからって地方が自分らの権限で童話対策堂々とやることは別にやっちゃいけないということになってないわけですから。 だからそういった今も地方レベルで続いているような同和対策っていうのがじゃあど,どれだけの規模になるかっていうのはこれはもう分かんないわけですよ。でも僕は多分何百億円規模あるんじゃないかと思ってます。それから、リンポ感もあれも同和対策なんですよ、れっきとした。で、2002年に法律が切れてるのになんでね、同和対策のリンポ間が今、 続いてるかっていうとあれはもう,もう対策っていうのののは戦前の対事業からの流れがあるわけですよだから地方改善事業っていってね戦前から臨保間作られてたわけですでそれが今も続いてるので、えー、2002年に終わったっていうのはあくまで、えー、1969年の同和対策特別措置法の流れを組む事業が2002年に終わったっていうだけの話なので。 まあ、そういった法律とは関係なしに以前からやられてる事業だとか、まあ、法律の枠外でやられてるような事業っていうものには全く関係ない話なんですね2 0 0 0年に法律が切れたっていうことは。ということで今日はね、えー、童話地区の特別対策というのは今もありますよという、まあ、そういうお話でした。